フレデリック・キンバー・スワードフレデリック・キンバー・スワードは、ニューヨーク市内の企業、カーティス、マレット・プレボ・アンド・コルト社で、顧問弁護士を務めた、法律家。タイタニック号沈没事故の生存者である。デラウェア州ウィルミントンにおいて誕生した。父親は、サミュエル・エス・スワード、母親は、クリシー・キンバーであった。スワードは1899年に、 コロンビア大学を卒業した。在学中は合唱部に所属した。弟のジェペリー・スワードはニューヨークでホメオパシーの医師となった。スワードは1912年4月10日にイギリスのサウスハンプトンから一等船客として乗船した。1912年4月14日深夜、タイタニック号は氷山に接触し、翌日未明にかけて沈没した。 その時スワードは一等船室のラウンジで教会の友人ドロシー・ギブソンを呼び、ウィリアム・ティスローパーとトランプで遊んでいた。スワードは7番救命ボートに乗り込んで、最初に船を離れ、沈没する船から逃れ生き残った。帰還後、生存者を代表して船会社を相手に集団訴訟を起こした。スワードはニューヨーク市内に戻り、 1943年12月7日に心不全で死去した。ありがとうございます。